はい、ということですね、今回ソニー あのソニーブースさん XR のブースを借りたんですよね。バーチャルプロダクションこれからあの多くの人があの注目していただくと何が得かっていうと、ここはですね職業が誰もいなくて空いてるので老若男女ですね、今から勉強しても遅くないんですね。だから今から勉強してぜひ、僕もその中で働いてたりしますけど、一緒にパートナーとなって新しい職種として自分のスキルを上げていっていただけたらなと思いますので、ぜひまたどこか現場でねお会いできたらと思います。ありがとうございました。